エリモシックとは、日本の競争馬、繁殖馬。1997年のエリザベス女王杯に、優勝した。1996年春の阪神でデビューし、初戦こそ4着に敗れたものの次の新馬戦と500万、下特別の花水希賞を連勝。オークスの出走権をかけて出走した4歳品馬特別では、 後方待機から、上り33.6秒の強烈な末、足を繰り出して3着に入り、オークスへの優先出走権を手にした。オークスでは、エアグルーブに次ぐ2番人気に支持されるものの6着に、敗れた。秋は9月の函館の900万下特別の津軽、海峡特別から復帰、この時は5着に敗れたものの、続く京都で行われた。 佐賀の特別を解消し900万したクラスを卒業、週刊賞に挑んだ。週刊賞では、ファビラスラフィンの2着と検討したが、その後のエリザベス上イでは、小バの壁に跳ね返されて8着に敗れた。1997年は、オープン特別の当時ステークスから復帰したが6着、テレビ、愛知オープンでは一番人気に押されたが10着と、大敗してしまう。続く、 マーメイドステークスでも7着に敗れた後、札幌遠征を機に、主戦機種を川治洋から的場一市へ変更し、的場はエリモシックの特徴を活かすため、最後方から追い込む競馬に専念することとし、その結果、札幌日経オープンで出走メンバー中最速の足を繰り出して3着になると、札幌記念でもエアグルーヴの2着に入り、復調した。 不中品はステークス4着を経て、主な勝倉が佐賀の特別という身で迎えたエリザベス上杯では後方から追い込み、かつての主戦機種だった河内洋機場の連覇を狙ったダンスパートナーを首の差でかわして優勝。初重症制覇を GI 制覇という最高の形で飾り、的場も後に会心のレースと振り返った。 翌1998年も現役を続けたが、産経大阪杯でエアグルーブの5着を最後に現役を引退し、繁殖生活に入った。以下の内容は、netkeiba.com およびヤビスサーチに基づく。引退後、繁殖場として2013年まで活躍し、2013年にワークホースの子を産んだのを最後に繁殖を引退して、 その後は認定 NPO 法人引退会は協会の支援でホスターホースとして北海道浦河町にある本霧牧場で功労馬として余生を過ごしていた。しかし2014年7月頃から体調を崩し同年8月6日午後3時、両肺からの出血による呼吸不全のため21歳で死亡した。全妹のエリモピクシーの3区にリディル、クラレントレットアリオンがいる。 ありがとうございます。